ソフトバンク 3G、ユーセームカードは、ソフトバンクのソフトバンクブランドによる、第三世代移動通信システムサービス、ソフトバンク 3G で使われているユー,ームカードの一種。ボーダフォン級日本法人が、ボーダフォングローバルスタンダード及びボーダフォン、3G 用に投入した、ボーダフォングローバルスタンダードユーセームカードの後ろ身となる。 ソフトバンク 3G、u ーセームカードは、電話番号情報が記録されている、IC カードである。電話帳、SMS を保存することができる。ソフトバンク 3G では、ユーセームカードを差し替えることで、別の携帯電話機でも、自分の電話番号で利用することができる。ただし、iPhone、ディズニーモバイル、E、アクセスとの MVN o 頂上契約用データユーセーム。 2010年冬モデル以降のスマートフォン、デジタルフォトフレームなどのモジュール契約、見守り携帯に見守り、ホームセキュリティではそれぞれ専用の優勢 m となり、一部の機種を除いて別の端末での使用ができない。優勢 m カード未挿入の状態でソフトバンク 3G 端末の電源を入れた場合、端末全体にロックがかかり、 電源オフ以外の操作が一切行えなくなる。また、画面には、優勢無カード未挿入です。電源オフ後、優勢無カードを挿入してください。と表示される。また、iPhone 4, 4S や iPad 2では、通常の iPhone 3G、3GS で使っているのとは別に、マイクロシムと呼ばれる小型のものを、iPhone 5では、 何シムと呼ばれるさらに小型のものを採用している。あとに、ソフトバンクスマートフォンやデータ端末などでも、マイクロやナノサイズのものが順次採用されているが、2015年、現在、フィーチャーアフォンに使用されるものは、いわゆる、ガラホを除けば、標準サイズを使用するもののみとなっている。このため、旧プリモバイル用の優勢ムカードも、標準サイズのみ存在する。旧 プリスマ用は、標準、マイクロ、ナノどもに存在する。いわゆる、ガラホに用いられる優勢ムカードは、これまでのものは、別途のナノサイズとなる見通し。一般契約用は、シルバー、iPhone3G 専用のものは黒、口述のプリペイド優勢ムカード及びデータ通信、ユムカードは、白となっている。2009年から開始された。 データ定額ボーナスパック契約専用カードとフォトビジョンライトプラン契約に用いられるモジュール用優 s m カードについては上述のものとはそれぞれ別のものを採用している。また2010年冬モデル以降のスマートフォンについても同様に別のものを採用した。NFC 決済機能対応の端末で使う場合はさらに別の u ーカードに交換が必要になる。 製造元は、ソフトバンク 3G、ユーセームカード、プリペイドユーセームカードのように、台紙にカッコ書きで、略称3文字が記載されている。なお、VGS、ユーセームカードは、ボーダホンのシンボルカラーである赤であった。シムフリーのメーカーブランド端末などの、持ち込み新規契約の場合は、上述のユーセームカードとは、別物である。 マルチユーセムカードと称するカードが発行される。3G プリペイドサービスであるシンプルスタイル用の優ーセムカードにはプリペイドの表示がなされておりプリペイド優ーセムカードとして区別される。プリペイド優ーセムカードの場合は国外ローミングができないなどの制限が加えられる。詳細はプリモバイル等を参照。ありがとうございます。